皆さんこんにちは。こんにちは。今回は妖怪ウォッチイチやっていきます。なんちゅうカシーナ。それとセミマル縛りやります。はあ、なんでセミマルなんだよ。ストーリーで一番最初に友達になるからね。意外とちゃんとした理由だった。なんとシトルカ。とにかくセミマル先輩は最強ってこと。そんなこと言ってなかっただろ。それはさておき名前決めます。妖怪ウォッチってことで始まりました。てめえそれどっから出したんだよ。4次元ポケットかよ。こいつは金持ちだからそれぐらい朝飯前。金の力で次元超えるな。キャンキーネイ話しさな。さすがに話が脱線しすぎた。脱線しすぎて脱線者誰だよ。小玉ふみかも怒ってるや。怒ってるのはクマのせいだろ。あとなぜにフルネーム呼び。わからん。わからなすぎてわからんな。もっと誰だよ。てかそんな話はさておき、ストーリーの方進めていきましょう。ってことで虫取りします。ここで相棒となる奴が手に入ります。樹木さん。セミマルだっつってんだろ。仮に樹木さんだったら根元から言ってるやん。ちょっと何言ってるかわかんない。なんでわかんねえんだよ。ってことで捕まえました。ジルすんな。さらにレアな虫を求めて洞窟へ。絶対洞窟じゃねえだろ。レアな虫なんてどこにいるんだよ。うわぁ、おっきいなぁ。ん？なんだろう、これ。入れろ、入れろ。何今の声。入れろ、入れろ。入れろ、入れれば入れすんぼ。なんだよ、この声。こいつに100円入れろってこと？私の名前はウィスパー。妖怪です。ウィス。妖怪ウォッチゲットだぜ。セミマル。セミマルもゲット。名前はゴキブリ。ひどすぎだろ。そこの鳥も呆れてるやん。呆れてはないだろ。あとそこの鳥、呼ばわりやめろ。ウィッサン！ここで初戦闘。た戦い方は大丈夫。だが多い。そんじゃスタート。初手から必殺技。サンズみたいな戦い方。あ、みんな。全員滑舌悪い。致命的だろ。そんなことより必殺技だ。ミンミンギリー。連続攻撃で割と使いやすいかも。なんで上から目線。こいつの方が身長低いし、物理的にかよ。こいつはいりません。辛辣すぎるわ。そういうルールだししゃあない。後ろへ行けかす。お前こいつ嫌いだろ。そういうルールだから。そならねえわ。
ってことでこれからやるのは妖怪狩り、そこら辺の妖怪しばくたをします。非人道的、相手人じゃないんで、それ言ったらおしまい。なんだその意味不明な米。足立区さん、ゼルテー食いたくねえ。足立区民に謝れ。それはさておき、セミマル一人で妖怪と戦うのは厳しいのでレベ上げします。どうやって？気合で。あ、なんかキレられた。しゃあないから方法言うわ。青信号を反復横跳びすると経験値玉がもらえるらしい。それでレベ上げします。飽きたんで妖怪しばきます。あまりにも悪性すぎる。ガを見つけました。ガじゃねえよ。じゃあ何なんだよ。ネガチブーン。ガじゃねえか。それじゃスタート。どんなもんかな。余裕だわ。調子のんな。ってことでどんより犬戦です。こいつは取り付きしかしてこないので余裕です。どんより犬が死亡。セミ一体に負けるとか雑魚すぎ。じゃあ今回はこの辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。